リーダー&イノベーション賢者の選択、今回のゲストはウィンキュラムジャパン株式会社代表取締役社長の滝沢隆さんです。まあ、IT 業界のビジネスにも IBM から、ね、ずっと長い間いらっしゃって、やっぱり日本の IT 業界っていうのを見てて一種の危機感というのをお持ちになってると思うんですけども、どのあたりがやっぱり一番これは何とかしなきゃいけないという部分なんですか。特にやっぱり日本の特殊性というのがありましてね、世界を見ますとね、その業務システムまで全部パッケージなんですよ。パッケージという意味は、パッケージというのは出来合いの、要するに何ですかね、あのオーダーメイドじゃない、吊るしの背広です、洋服で言えば、でそれに体を合わせると、でそうじゃないとあのお金が何て言いますか、 IT コストがバカみたいにかかっちゃうわけですね。そういう意味でどちらかというとその出来合いのものをなるべく直さないで使うというのが世界 の、 あの主流ですよね。でそうすると何がいいかというと IT コストをものすごく抑えられるのと、標準的なプロセスを導入できるわけです、でところが日本の企業は自分のプロセスにものすごくこだわる、で IT もそれに全部合わせさせる、だからまあ5倍とか10倍のお金がかかって、しかもメンテにまたこんなお金がかかる、まあ、こういったことがずっと続いてます。でも IT というのは効率化のためにやってるんだから、効率する、効率化できるですね、コストよりも高いコストかけたら意味がないわけですよ。そうですね。そうすると、でじゃあプロセスをちょっと見直してもね、そんなに変わんないじゃないかというところを、その割り切りっていうのがなかなかね、日本の企業はできないところがあるというふうに僕らは思いますね。それでシステムっていうのはその昔作ったやつをまた引きずって次に新しくすると、こうするとどん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 お金がかかるんですね。いっぺんにこれやめちゃってね、このパッケージでいいじゃんってやる度胸があればですよ、そういうふうに変わってくると思うんですよ、で今私どものお客さんでもそういうお客さん増えてますね、我々のパッケージ結構日本のお客さんからもあのかなり売れていますんでね、でおそらくそういう方向にこの何年かでどんどんこう移行していくんじゃないかなというふうに思います。これまでの考えを持ってる経営者あるいは担当の人がね、あやっぱりそうだよねって気づく、その瞬間はどうやって作るんですか。なかなか難しくてですね、あのまあ最高あのなんていうか CIO っていう言葉をよく聞きますよね、チーフインフォメーションオフィサーですね、要するに情報システムの責任者ですね、でこれって世界ではですね、大体プロをこうどっかから持ってきてね、でもううちはこんなにコストがかさんでるから半分にしてくれとかね、こういうまああのまあプロが来てやるのが普通なんですね、要するにあの日本の CIO っていうのはまあ叩き上げですごい見識の持ってる方も中にはいらっしゃるんですよ、ところがやっぱりこう持ち回りでやられるような 方っていうのはなかなか難しいかなと、要するに新しい変革ができない、こういうことになるんですね。そういう意味でここをなんか打破しないとね、日本の企業の次の展開というか効率化というかはないんじゃないかなという気はいたしますね。まあ、あのどんな企業でも事業をこう拡大していく上でですね、一番大事になってくるのは人材の確保ですよね、このあたりっていうのはどういうふうに進められてるんですか。あの当社は今あの成長激しいんでですね、そういう意味では人材を一生懸命確保しなきゃいけない、まあ、新入社員をどうやって取るかっていうのに関しましてね、これはやっぱ多様性をね、重んじようかなと。多様性、多様性です。要するにいろんなタイプの人間がいた方が企業にとっては、あの、まあ、健康になるというかですね、そういうことがやっぱり僕はこうあのなんとなく肌で感じるんですね、で今多様性ってどういうことかっていうと、例えば国籍を問わないとか男女問わないとかね、まあ、そういうことで、24人ぐらいですかね、この4月の、新社に取りましたけども、女性の方が多かったんですよ、全くあんまり気にせずにとにかくいい人がいたら取ろうと、でやっぱりいろんなタイプの人間を取ろうと、いうことでですね、いろんなこう個性のエリアを取ってるわけですよ、でそんな中でやっぱり外国人比率も、4分の1ぐらい外国人になりましたかね、やっぱ留学生でこっちに来てて、でやっぱりこっちで働きたいっていう人がいるんですね、で中国、韓国、台湾、マレーシアなんかでね、まあ、我々の非常に関係するところを、とりあえず取ってですね、でこの人たちを日本人と一緒に育ててね、でどんなふうなこう効果が出るかっていうのをこれから今あの楽しみなんですけどね、そういういろんなその価値観をね、やっぱりぶつかり合いっていうのはね、非常に人を育てる環境としては良いのではないかなというふうに思いますよね。いいところもあれば悪いところもあると、要するに人間やっぱりいいところを伸ばした方がやっぱいいわけですね、でそういう人たちが、欠点もあるしあの弱点もある人間がチームを組んで、それをそのいいところを出すようにすると効率よくこう組織が回るはずだと、いろんな変化に対応しなきゃいけないんだから、いろんな能力を持ったやつがいて
まず人と全然違う価値観を持った人間を認めるというね、はい、心の広さがないと、はいはいね、日本外出たらみんな価値観違うんだから、そういう訓練も含めてね、やっぱり必要だと思うんですよ、はい、これからの日本人は単一民族だから単一の価値観でじゃなくてね、いろんな価値観のあるやつをどうやって受け入れて、それをうまくこう持っていくかっていう能力がね、やっぱり日本人もっとつけなきゃいけないなと僕は思いますんでね、やっぱ日本は僕はリーダーシップ取れると思いますよ、世界のね、というふうに僕は信じてるから、やっぱりその日本があっていいじゃないですね、その僕らの企業でそういう日本人外国人も含めてね、それをチーミングしていくっていうことをね、僕は日本人ってもしかするとものすごい才能があるんじゃないかと、絶対実現したいとこう思ってるわけです。なるほど、ちょっとね、頼もしい言葉を聞かせていただきましたけども、このビンキュラムジャパンの成長戦略象徴する2つ目の言葉で日本のコアコンピテンスというふうにおっしゃった、コアコンピテンスというのはまあその一番強い部分ですよね、そうです、言ってみれば、はい、これは具体的にはどういうことなんですか。やっぱりね、その苦手なこと、企業も人もそうなんですけどもね、苦手なことをチャレンジして克服するしても人並みじゃないとそうやって得意なことを思い切り伸ばすから、おすげえなって言われるわけですよね。そういう意味で日本人ってどんなコアコンピテンスを持ってるのかなと思うと、結構あるんですね、手先が器用で、細かい仕事を正確にできるとか、それからそれを改善するのをずっと続ける根気があるとか、これは非常にこう日本人ならではのコアコンピテンスがありますよね、でそれをうまく利用したのが例えば製造業がそれでもって世界でもってかなり勝ったよねと、でも僕はそれを小売業でもね、やっぱできるんじゃないかと思ってるんですよ。というのは例えば世界中の人がね、その日本のサービスっていうのを認め始めたし、その温泉旅館に行くじゃないですか、あんな布団敷いてくれたりね、ないわけですよ、だからおもてなしっていう言葉がだんだん英語の中にもね、入り出してるっていう、出てきてますよね、それからあと味覚ですよね、やっぱり日本人の味覚って圧倒的に繊細でね、そうですね、それは DNA ですから、他の人が真似ようと思ってもできないわけですよ、だからそういうのはコアコンピテンスですね、こういうことをこうなんていうんですかね、こう足場にしてですね、どうやって日本のこのプレゼンスをもっと高めていくかと、だから今のところ製造業の一部なだけ、製造業だけなんだけど、まあ小売業もね、僕はもう絶対いけるんじゃないかというふうに思っていて、そうですね、おそらくこれからやっぱ日本人はね、コスト競争じゃないと、付加価値競争に入んなきゃいけないんですよ、でそこがその製造業だけじゃなくて、そのサービス業であろうが農業であろうがね、僕はできると思うんですよね、それを実現するためのシステムを支える会社なわけですね。そうなんですだから僕は直接できないんだけど、でもここで IT を本当に効率化しないと負けちゃうんですよ、だからそこをなんとかね、サポートしてあげたいというふうに思うんですよ、あれどうなんですか、でもそのシステムそのものっていうのは日本のシステムをこうポーンと向こうへ持っていけるんですかね。ですね、これがですね、その社会インフラからその要求からやっぱ違うんですよね、要するに日本ってもう成熟社会じゃないですか、供給はいくらでもあると、需要はそんなないと、ところが中国にしろ東南アジアにしろ需要がどんどん伸びていく、供給が追いつかないんですね、そうすると例えば誰が買ってるなんて関係ないですよ、並べるけば売れるわけですから、そういう意味で全然そのシステムとしてその取り組まなきゃいけない課題がやっぱ違うんですよね、おそらく5年後10年後すぐ日本化すると思いますよ、他の国もね、それから僕らやっぱ日本で一番気にしてるのは在庫を少なくして品切れをしないために、小口でどんどん発注を入れてですね、ちょっと売れて減ったらすっと補充するみたいな、これシステムでやってるんですよ、ジャストインタイムの自動車のあれみたいな、そうですね、でところがそれは日本は小口の配送がめちゃめちゃ発達してるからできるんだって、そんなもん日本一歩出たらないんですよ、そうすると結構これロットで貯めてボンと やらなきゃいけなくて、そういうことをシステムで考えなきゃいけないんですよね、そういう意味ではそのままスコンとはいかないですね、だからその IT の役割っていうのは逆にそういうところの方が強みがあるかもしれないですね、そうですね、情報管理ができるからね、でまあそういう意味でそのローカライズっていうんですか、そういうのはもちろんやんなきゃいけなくて、それは例えば税制も違えばね、それからやっぱり中国語でやっぱ出してあげなきゃいけないので日本語読めませんよね、言葉の問題がありますね、でもあと例えばベトナム語とかインドネシア語とは言わないで、それは英語でいいんですね、だから英語と中国語ぐらいは対応しなきゃいけないよねと、それからあとまあそういう細かいところをちょっと直さなきゃいけないんですけども、それはなるべくですね現地の人にやらせてるんですよ、だから中国の人が自分で直せるようにするというので、もう何年もかけましたけど、彼らのスキルをアップさせてですね、もうすでに中国のポスは中国人が作れるように、それで収めたりということはできるようになりましたね。
それは徹底的なこう現地化っていうののメリットはそこにあるっていうことですかね。そうですね、やっぱ中国人のコストって随分上がってきてるんですけども、まだ日本人よりは安いですと。それからその上がってきた中国人を単に何て言うんですかね、労働力で使うんじゃなくて、彼の頭脳を使っていかないとね、いけない。やっぱあれだけたくさんの人がいて優秀なやつが多いですから、彼の頭脳をどうやって引き出すかっていうのはね、僕ら本格真剣に考えなきゃいけないですよ。それで効率化が断然変わってきますからね。まあ、当然中国のマーケット大きいわけですから、これからさらに展開をされていくっていうことを考えていらっしゃると思うんですけども、その上でその展開をしていくためにはどういうことが必要だ、あるいはどういうことをしていこうっていうふうにお考えなんですけど、今海外のですね、展開に関しましてはね、一番大きな日本のトップ企業のイオンさんがいらっしゃると、それでまあ中国にもお店をどんどん出していくし、それから東南アジアにも出していくと、我々はまずはそこを追いかけようと、そうすると例えばベトナムに法人作んなきゃいけないとか、インドネシアに作んなきゃいけない、結構大変なんですよね。でもそれはそれでもしょうがないと、でそれでまずそのビジネスの、ベースっていうかな、それを作った上でね、でイオンさんがやっぱりこうどんどん伸びてもらわなきゃいけないですね。そうすると他 の, あの小売業がね、イオンの、そのシステムをやってるのはどこだっていう話になってね、そうすると我々の現地法人が、非常にクローズアップされるんじゃないかと、そうすると現地の企業にも売れていく、引き合いが出てくると、引き合い出てくるだろうと、まずはそのイオンさんをきっちりフォローするというところから始まって、で土着化してその、広げていくっていうか、そういったことをやっていきたいなと思ってるんですよ。ただグローバル化していくとね、当然国はもう世界で200カ国あるわけですけれども、その国々によって現地のニーズって違いますよね。違います。これにこう対応していくっていうのはとても大変な部分があるんじゃないですか。そうですね、いわゆるシステムそのものもいわゆるパッケージ化するし、それからその運用系だとかそういうサポート系もある意味パッケージにしてね、ご提供できればいいなというふうに思ってまして、それを今いろいろ試行錯誤しながらやってるんで、それは今日本でやってたものを中国人ができるようにすると。で中国人が できて一極集中するとすごく効率が上がりますから、今は中国も見てるし日本も見てるし、それからマレーシアも見てると、こんな格好でですね、効率化をですね進めているということなんですね。これでやっぱりなんとかですね、世界レベルのコスト競争には、対抗できるかなというふうに思っています。ではこれからの成長戦略を象徴する言葉は何でしょうか。ですね、これは会社もそのだけじゃないんですけども、私の人生観ということでね、申し上げますと、孫に語れる3つの仕事と。ビンキュラムジャパンを率いる滝沢隆の人生哲学を象徴する言葉、孫に語れる3つの仕事、その思いとは。